いただきます。あーうめえ、熱かん、うめえ。まあ、ほぼマンネリになってますけど、あ、まあ乾杯と、これでですね、キャンプを始めたいと思います。まあ、恒例の刺身なんですが、これいつも夜スーパーですね、ちょっと今日クジラの特売とやってましてね、で、まあちょっとクジラを久しぶりに食べてみたいと思います。あんまりね、僕飲み屋行ってね、お刺身は好きなんで、クジラあんまり食べたことないんですね。まあ、今日お買い得だっていうんで、まあ、一応こんな感じです。これがですね、一人用のカトラリーセットですね。これがあのスノピの箸ね。でこれがなんだっけ、 MSR のスプーン。これがあのあれですよね、ユニフレームのあのフォールディング、シリコンフォールディングスプーンってやつかな。それとこっちが MSR の、まあ、同じくフォーク、まあ、山登りなんかねこれ使ってるんですけど、それと一応、まあ、予備の、まあ、割り箸と、まあ、こんな感じを入れてます。やっとですね、おっさんが言ってくれたんで、始めたいと思います。今日はね、いつもね調味料忘れてですね、悲惨な食事を送ってるんですが、まあ、今日は出かけにですね、カウママの方からチェックが入りまして、無事ですね、持ってくることができました。まあ、これがあればね、まあ、なんとかなっちゃうんですよね。こんな感じかな。じゃあその前にですね、まあ乾杯したいと思います。今日はねちょっといいの買ってきました。今回のキャンプの一発目は、まあ、恒例の刺身なんですが、とりあえずクジラです。うん、懐かしい味がする。すごい懐かしい。うん、うまいな、これ止まんねえな、これこれうまいな、高いだけあるな。あんまりサントリーって飲まないんだけどね、モルツは美味しいですよね。以前ねメッセージの方でちょっといただいたのがですね、内側から見るとどうなってんですかっていうのがね、ありましてですね、内側から撮るとこんな感じです。これがねジェントスの757、まあ、内側向きにつけてますね。あとこれがねアマゾンでなんかポチった照明、スクリーンの色がね透明と、あとこういうなんていうのアンバーっていうの、まあ、そんな感じで今日はね、まあ、キャンプなんでこのオレンジ色のですね、まあ、ウォームカラーっていうかな、まあ、これをスクリーンをしてます。あとこっちがですねジェントスの777ですね。まあ、内側にですねこの2つであって、まあ、相当明るいんですが、
まあ、こんな感じでですねやってます。でこちらがですねパナソニックの、まあ、前回ね紹介の動画作ったんですけど、すごい古い6年ものになりました HS300 ですね。それとオーディオテクニカの AT491 か941か忘れちゃったけど、それにモフモフをつけてます。まあこっちがごちゃごちゃって感じで、こっちが食い物いっぱいと。んでもってテントがですね、まあ、前回年末の東小屋でやった時と同じですね、まあ、モンベルの寝袋とシラフカバー、あとまあその他もろもろと、まあ、そんな感じです。あ、ちなみにね、テントはコールマンのツーリングドーム ST に、小川テントのですねアルミのポール110センチか、これを突っ立てですね、まあ、キャノピーを伸ばして、まあ、タープレス仕様に、まあ、そんな感じにしてます。ちょうど4時、すっごい冷えてきた。このクジラめちゃくちゃうまいのこれ。でもねやっぱりこうキャンプもね、今年僕50なんですけど、まあ、4歳の頃から親父にですね、親父に言わせればおしめしてやってたっていう話ですけど、それを入れると45、6年やってるわけなんですが、まあやっぱりね、なんていうかな、こう大勢でやるのはねやっぱり苦手ですね。あのソロキャンプが一番ですね。あの人に気遣いたくないんで来てるんで、あんまり大勢キャンプしてね、大勢いるとね何しに来たんだかよく分かんなくなっちゃうんで、まあ今日はそういう意味でね、この後誰も来ないことを祈りつつですね、まあ早めの晩酌というか、まあ遅めの昼飯というか、まあそんなのを今楽しんでます。あー終わっちゃった、終わっちゃった。これ美味しかったな、もっと買ってくればよかった。終わり。刺した。まあ今4時10分ぐらいかな。ちょっとね夕飯には早すぎるんで、まあちょっと休憩、まあ休憩してもね、まあちょっとなんかちょっと眠たいんで、まあ軽く寝てですね夕飯の準備でもしたいと思います。ではでは。今ね、だいたい5時つうか、大してね、寝れなかったんだけど、まあ、ものすごい寒いんで、実はね、ここすごくいいなと思ったのは、あの、売店がですね、歩いて1分とこにあるんですね。まあ、トイレも1分ぐらいのとこで、まあ、非常にいい、まあ、いい立地なんですが、あの、あんまり寒いんでね、まあ、あんまり日本酒飲まないんだけど、とりあえずですね、今日は、まあこれ美味しいんでこれ買ってきたんですけど、まあこれはですね、まあ本場に飲むとして、これを買ってきました。まあ値段がねはっきり言うとねぼったくり価格ですけど、まあ仕方ねえかなと。っていうかね、まあ寒いことは承知でやってるわけなんですけど、あんまりにもねやっぱり寒いね、那須野ヶ原はほんと寒い。うん、それなんでちょっとね熱燗でも飲んでね、まだ飯にはちょっと時間があるんで、先日ねポチったですね、オプティマスのですねスベアですね、123あるスベア、ちょっとこれでねせっかくなんでお湯沸かしていきたいと思います。でこれはねあの付属のカップなんですけど、まあせっかくカップがあるんで、まあちょうどこれでね、まあこんな感じかな、まあ、こんな風にして熱燗にしてね、先に飲んじゃおうかなと。飲もうかな。うん。オッケーオッケー。
んで、ファイヤさあ、てと、な感じで、こうかな。うん、やっぱね、ガソリンストーブはいいっすね。まあ音がっていう人いるけど、まあ安全にね、やり方間違いなければ、まあガソリンストーブが一番、まあ効率はいいんで、とりあえずね、まあこれ好きなんで、おやつ。おやつっつってもな、あと1時間ちょっとで夕飯なんだけどな。まあこれぐらいかな。これぐらいおやつ、いただきます。うまい。こんなもんかな。こんなもんかなって感じですね。よいしょ。できた。いやー、あんまりね、これ美味しいかどうか分かんないんですけど、とりあえず寒いんでいただきます。あー、うめー。熱かん。うめー。あー、こんな安酒でもね、この何、状況が整えばね、ものすごくうまく感じますね、これ。へー、ね、これイカ姿フライ、これ知ってますよね。これ結構美味しいんですよ。駄菓子屋に売ってたレベルのものなんですけど、結構やっぱりね、まあ駄菓子屋世代なんで、イカ姿フライからしマヨネーズだって。これね、ちょっとね、夕飯でこれを実は使うんですよ。使う夕飯を作るんですよ。で、まああんまり料理できないんで大したものは作れないんですけど、ちょっとこれを使う料理を今日はやります。まあカブママに教わったんですけど、これを酒のあてに、あてつったってね、はっきり言って何時だ今。今5時、5時ちょっと。大事かなこれ。うめえこれ。イカとからしだ本当に。これね、どこで買ったかっていうと、まあ某もう、100均ですね。D ソーってとこですけど、これはうまい。うん。あ、でもね、これね、調子込むと全部食っちゃうからね、少し残さないと料理ができないんで。うん、でもうまい。さてと、まあいいですね。だんだんカメラじゃねえ、まあ、カメラというか、なんていうかな、ビデオじゃねえ、そんなに暗く映ってないと思うけど、もうしばらくですね、だいぶ周りが暗くなってきました。時間はですね、ちょうど5時15分ぐらいですか。で、今回は焚き火やんないです。その代わりフォールディングコンロ使ってね、ちょっと炭を起こして、まあその炭でね、料理をしようというふうに思います。